グルノーブルルーブルグー音楽隊2020グルノーブルルーブルグー音楽隊はフランスグルノーブルを本拠として活動する小楽器オーケストラ及び合唱団であるフランス各地での演奏活動はもとよりザルツブルク音楽祭やエクサンプロバンス音楽祭またロンドンの BBC プロムス等のヨーロッパ各地の主要フェスティバルへ常時招待されている1982年にマルク・ミンコフスキにより 設立され、1996年より、本拠地をグルノーブルに移した。活動初期は、フランスのバロック音楽が中心だったが、近年は、ピリオドアプローチの延長として19世紀や20世紀、初頭の楽器を使用してモーツァルトは元より、オフフェンバック、ベルリオーズやストラビンスキー、または、チャイコフスキーの作品等までレパートリーを広げている。レコーディングは、ドイツグラモフォン。 エラートレーベルやアルヒーフレーベルに行われており、リュリやラモーの作品集、ヘンデルやグルックのオペラ、マーラー室内還元楽団との合同による、ベルリオーズ、幻想公共曲オフフェンバックのオペレッタ、モーツァルトの公共曲などがある。フランスは元より、ドイツ、ベルギー、オランダ、アメリカ等の多国籍のメンバーから構成される、このオーケストラには、 バイオリンの小中マリオや首席ホルンのネモと優白、パーカッションの南エリコなどの日本人演奏家の姿も見られる。ありがとうございます。